ありがとうございました。本日は2011年 J リーグビジョンワールド第14回川城直太郎公演バイドーバイドーバイドー川崎フロンターレ対バンフォーレアリスにご来場くださいまして誠にありがとうございます。またバンフォーレアリスのサポーターの皆さん、本日はどういうところを驚きのご登場くださいまして誠にありがとうございます。ただいまに両チームのスターティングメンバーを発表いたします。まずバンフォーレホームのスターティングメンバーです。21番ゴールキーパー新谷博樹、25番ディフェンダー市川大輔、2番ディフェンダー小林隆樹、4番ディフェンダー山本英臣、6番ディフェンダー吉田豊、5番ミッドフィルダーダニエル、27番ミッドフィルダー伊藤輝芳、18番ミッドフィルダー柏芳典、9番ミッドフィルダー長里元気、26番フォワード阿部芳郎、14番フォワードハーフラーメイク、続いてサビスキュー、1番ゴールキーパー沖浩太、17番イベンダー津田拓磨、8番ミッドフィルダー名古屋隆二、20番ミッドフィルダー片桐敦、30番ミッドフィルダー小坂一成、10番フォワードパウリーノ、16番フォワード松橋勝、そして監督三浦哲也、以上バンフォーレホームメンバーでした。